ノア・ホーリーは、アメリカ合衆国の映画プロデューサー、テレビ番組プロデューサー、脚本家、作曲家、作家、映画監督である。ファーゴと、レギオンの原案と脚本によって、広く知られている。また、ボーンズのプロデューサー及び脚本家を務め、テレビドラマシリーズ、ザ・アンユージュアルズと、マイ・ジェネレーションのクリエイターも務めた。これまでに、大いなる陰謀。 アザーピープルズウェディングス、ザ・パンチ、ザ・グッド・ファーザー、バンカの墜落と5作の小説を執筆している。2017年、バンカの墜落で、エドガー賞長編賞を受賞した。2014年から放送された FX のテレビドラマ、アンソロジーシリーズ、ファーゴのクリエイター及びショーランナーとなった。これは1996年の劇場版に基づいた、もので、ファーゴは、 プライムタイムエビー賞のミニシリーズ作品賞など多くの賞を獲得した。以来、シーズン4までの制作が行われている。2015年12月、FX とドラマシリーズ、レギオンの契約を結び、制作総指揮と一部エピソードの脚本及び監督を務めた。レギオンは2019年に最終シーズン3が放送されている。さらに、 FX のカート・ボネガットの小説、猫のゆりかごに基づくリミテッドシリーズの制作及び脚本を担当し、ヘルハウンド・オン・ヒズ・トレイルとザ・ホット・ロックの制作葬式も務める。2020年12月、エイリアンのテレビシリーズを制作すると発表された。2006年にはザ・アリバイの脚本を担当した。2019年にはルーシー・イン・ザ・スカイの監督となり、 脚本を合同で担当した。さらに同年の11月には劇場版スタートレックシリーズの新作の監督と脚本を手掛けることが発表されたが、2020年12月に離脱した。ありがとうございます。